はいどうも皆さんこんにちは。本日松森やっていきたいと思います。おお、ちょっと待てよ、ニッシーの頭の上がやばいことなってるよ。金くれ、何でもしますから。なんとなく君に会えるような気がしてたんだ。そっか、俺はそれより頭の上に乗っかってるものが気になるんだけど、これ絶対さ、任天堂狙ってるよね。今日はちょっとだけ寝坊しちゃったんだ、金くれ。なるほどね、寝坊したけどしっかりと頭には例の物を被ってると。なるほどね、寝ぼけてたんであれば仕方ないよな。それ頭の上にあれを被っちゃうわ。はい、そういった話はさておき、早速ね、本題に入っていきたいわけなんですが、今日はね、あつ森というか任天堂のニュースについて取り上げていきたいと思っております。すでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、もしすでにご覧になった方はスルーしていただければと思いますね。で、いくつか取り上げていきたいわけなんですが、まずはこちらをご覧いただければと思います。はい、任天堂が12年ぶり過去最高益4803億円あつ森など向上と、まあ、このような形で記事に出てましたね。まずはこちらについて話していきたいんですが、その前にまだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いします。2021年3月期の連結決算が出ましたね。そして12年ぶりと書かれていると思うんですけど、今までの最高は2009年のWii と任天堂 DS の時代かな。その時に2790億円が純利益だったと思うんですが、去年は素潜り需要もあって、なおかつあつ森もブレイクしたということで、利益がとんでもないことになってるな。売上自体は1兆7589億円、営業利益が6406億円で、結果として純利益が4803億円ということか。売上に対する純利益率やばくないか。まあ、売上自体はそこまで高くはないんだけど、純利益はとんでもないな。4803億円って。まあそれだけ任天堂、今めちゃくちゃ儲かってるっていうことですね。これはすごいな。ただ素潜り需要とかもあったとはいえ、任天堂スイッチ発売して、もう今年で5年目でしょ?あれ5年目で合ってたっけ ?4年目だっけ?多分5年目だと思うんですが、それでここに来て過去最高益ってすごいよな。もしかしてコロナによって一番儲かった企業って日本だと任天堂の可能性あるな。それぐらいすごい数字になってましたと。まずそういったお話ですね。そしてあつ森の販売本数なんですが、これもねものすごいんですよ。2085万本、一方でマリオカートは1062万本、こういった販売状況になってるみたいです。凄まじいな。そう思うと2085万本ってどういうことや。この数字何がすごいかというと、左の方に任天堂スイッチ2032万台と書かれてると思うんですよね。販売された台数が。それに対して2085万本って、とんでもないよな、そう思うと。そして任天堂スイッチも、2020年は1483万台だったんですが、2021年に2032万台売り上げてるということで、大幅に売上台数を伸ばしてるっていうのが、このことからわかるかと思いますね。発売してから5年経ってるハードで、まだこれだけバカ売れするってすごいよな。任天堂の決算発表で、株主が、任天堂の社長に、任天堂スイッチの後継機って、具体的にいつ出るんですかっていう、まあそういった質問をされたんですよね。その時の回答として、任天堂スイッチは、しばらくまだ販売していく予定。あとは、任天堂スイッチのスペックが上がったバージョン。まあ世間一般的には任天堂スイッチプロと呅ばれている、そういった任天堂スイッチの上位互換なんですが、そちらの販売についても、今のところ近いうちに販売する予定はないと、まあそのような回答もありましたね。このことからしばらくまだ任天堂スイッチの転換が続くのかなと思いました。まあ後継機が出るっていうのは多分しばらくないっていうことは以前から分かっていたんですが、任天堂スイッチプロに関しては今年の冬か来年の春ぐらいに販売すると思ってたから、ちょっと意外な回答でしたね。まあ今年中の発売はないのかなと思いました。まあ、早くても2022年中かな。まあ、もしかすると、スプラトゥーン3と同じタイミングで販売される可能性もありますね。まあ、そこに関しては何とも言えないところなんですが、個人的には任天堂スイッチプロにも注目してますね。まあ、それで完成って感じになるんじゃないかな。まあ、具体的には CPU が最新のものになったりとか、容量自体が増えたりとか、解像度が高くなったりとか、そういった変化が任天堂スイッチプロでは予想されているわけなんですが、ただそれだけさ、スペックが良くなると、もはやパソコンレベルですよねっていう。まあ、最近のゲーム機ってさ、YouTube 見たりとか、インターネットブラウザで、インターネットもすることできるからさ、まあ、相当進化してるんですよ。なので、そのうち、パソコンとゲーム機、そこまで性能に差
がなくなるのかなと思いました。今ゲーム機をパソコンにつないでこうやって実況動画撮ってるわけなんだけど、そのうちねパソコン自体不必要になる可能性もあるのかなと思ってますね。ゲーム機自体が進化してパソコンの代わりになるみたいな、なんかそういった未来も今後あるかもしれないなと思いましたね。あとはあつ森関連の最近のニュースですと、こちらのライブドアニュースであった少女があつ森に問題提起、なぜ女の子キャラの服の方が高いの、なんか素朴な疑問だと思うんですけど、こういった内容が今ネットニュースに上がっていて、これがツイッター上でも結構話題になってますね。よくよく思ったら確かに男より女の子のキャラの方が値段高くねみたいな。今まで皆さん特に気にされなかったかもしれませんが、僕もね気になって調べてみたんですよ。確かにね男と女比較すると女の服の方がなぜか高いんですよ。リアルの世界だと逆な気がするけどね。まあ、日本の場合はね基本メンズの方が高いイメージがあったんだけど、あつ森の世界では逆みたいだわ。そしてそれが今なんでなのかっていうところについてツイッター上でも結構盛り上がってますね。要約すると性別の差による製品の値段の違いっていうのはおかしいみたいな、なんかそういった話になってますね。なんだろうゲーム上だから別にいいじゃんって俺は思うんだけど、皆さんどう思いますかね。まあ、確かに値段が違うんだけど、まあ、ゲームの世界だし、なおかつそんなに大した値段差じゃないから別に気にならない程度だと思っていて、実際に今まで全く話題にもなってなかったからさ。ただこういった記事が出回ると話題になりますよね。改めて思うとそうじゃないかみたいな、なんかイチャモンな気がするけど、なんかそういったところに着目する記事ってなかなか面白いなと思い今回取り上げさせていただきました。まあ、結構珍しいよねそこに着目するのみたいな。僕今日こそはお友達になりたい虫さんがいるんだ、この島で出会えてお友達になることができたらそれはもう運命だよね。これは具体的に何の虫を指してるんだ。まあこの島なぜかよくわからんけど虫がめちゃくちゃいるからねものすごい数いるよね。自然たっぷりよ。自然たっぷりはいいことですよね。あれよく合うね金くれ。世間話でもこの交通誘導の服、動きやすくて着心地がいいだけでなく見た目もすごく気に入ってるんだ。最近のスポーツウェアは機能性だけでなくファッション性も兼ね備えていて素晴らしいね。いやそれはねスポーツウェアではないと思うよ。多分それは違うと思うな。交通誘導の服って書かれてるじゃん。交通誘導ってそもそもスポーツなのか。まあ、講義で言うと確かにスポーツに例えられるかもしれないけど、ただね一般的にはスポーツではないと思うよ。まあ、広い意味では確かにスポーツかもしれませんが、交通誘導も体を動かしますからね。まあ、アメリカで言うと一応スポーツに分類されるのか。けどここね日本だからな。いや日本ではないか。てかさこのあつ森の島って世界で言うとどこに分類されるんだろう。ちょっとそこ気になるよね。一応ね春夏秋冬が存在するんで、まあ、日本と同じような気候のところっていうことが想定されるんですが、ただ日本近辺なのかな四季があるっていうことは。まあ、世界では四季がないところって結構ありますからね。なので四季があるところって逆に言うとかなり限られるんですよ。日本みたいにしっかりと春夏秋冬ってあるところ意外に少ないですからね。これちょっとした豆知識なんですが、世界には夏と冬しかないところってかなりあるんで、まあ日本もねここ最近だと同じような傾向にありますが、言ってもね桜が咲くし紅葉も綺麗だし、なんだかんだ言いつつ四季がありますよね。季節を感じることができますよ。この季節になると新生活を始める人も多いよね。僕も何か始めてみようかな。この季節になるとまあ、春だから新生活を始める人も多いと思うけど、ただねもう5月よ。5月だからそれはもう少なくなってきてんじゃないか。自分探しの旅とかね、たとえ今更と思えることだってチャレンジに遅すぎるなんてことはないさ。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。おそらくあつ森をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うんで、ぜひ気軽にチャンネル登録していただければと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。